はい、どうも、シュイントークでございます。じゃあ今回もまたね、同じ人と、まあ、ヒヨさんと、まあ、筆バトをします。で、ですが、僕にはね、ちょっとね、もうこれは明らかにフルボッコしてんじゃないかと、ちょっと疑惑が出てきたので、縛りを入れようと思います。で、現在、こちら、一番弱いやつです。一番弱い装備を選択して、まあなんとかね、まあ、弱く見せることに成功しました。で、今このデッキが、まあ、現地で一番弱いです。それではやっていきましょう。レッツゴー。よっしゃ、来た。よろしくお願いします。まあ、スキルをこんな風にやっています。これが全部灰色になります。あ、マヤさんも来た。マヤさんはね、パート2で撮ります。パート2でちょっと撮ろうかな。あ、最初はね。よし、行くぞ。マヤさんはね、まあ、別パートでやります。マヤさんは本当に本気で行きますよ。ヒヨさんはね、ちょっとデカデカしますけど。マヤさんはちょっと本気で行かせてもらいます。俺の本気を見せたので。ただし今回は俺は、縛りを入れます。一番弱い装備クラス、ラスト5秒間操作しません、俺。それでも俺ね、全部勝ったらもう、本当に弱い証拠になります。はい、ここから操作禁止。さあ、これでね、これでヒヨさん、勝てるかな。5秒間縛りをどこまでにしようかな。5秒間縛りは最初の3匹にしようかな。これであんまり不況があったらそれですかね。やっぱりそれではやっぱり勝ちまくったらしょうがないので、5秒間縛り、違う違う、バカ、何やってんの。普通の対戦じゃねえよ。あぶね、あぶね。今普通の対戦するとこだった。うわあぶね、もう危なかった。こういうシーンは見せたくないんですよね、普通に。もう何やってんだ俺は、何やってんだ俺は。もうもう何やってんだ俺は。もう本当に今何やってんだ。あぶな、あぶな、あぶな。おっしゃ、来た。まあどうしてもジャックの武器だけは変えられないんですよね。で仕方ないですね。対戦してやりましょう。まあ、ヒヨさんがね、僕のバードに勝てば、まあ、芝居を入れたことによって、まあ、弱い、強くなったってことは証明できます。ただし、それでも勝てなかったら、もう本当に弱いなな。はい、終了。まあ、ヒヨさんチャレンジですね、いわゆる。一応ね、5秒間縛りはちょっとやめました。5秒間縛りはちょっと、まあ、これ以降はちょっとやめます。これ以降はちょっとね。あ、一度負けたらね、まあ、5秒間縛りをなくします。まあこれで勝ったので5秒間縛りを入れます。ああ、ゲットしちゃった。
筆バトルでもゲットできちゃうんですね。やいやいやい。回数制限されちゃうじゃん、それじゃ。やい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 。まあ別に5秒間縛り入れなくてもいいか。とりあえず5秒間縛りは、見送りにさせていただきます。まあ現時点ではね。現時点では見送りにさせていただきます。様子を見ます。キヨさんの様子を見て決めます。導入するかしないかを。まあ導入するかしないけど、こっちは勝手なんで。もうそれ練習では何度も何度も訓練済みなんで。今現時点アリーナは何連勝してますか。10連勝くらいだった。まあ、それでも結構すごい方ですよ、自分としては。まさかマヤさん来ると思ったかな。時間が空いたんでしょうね、多分。多分時間が空いたんでしょうね。何パーとかに分かれると思うんですけど、今これ一番弱いやつだからな、これで勝てなかったら本当にしょうがないな。今んとこ調子がいいよ。あー、まったん、もうなんで俺はそういうことしちゃうんだろう。なんで鬱の対戦しちゃうかな。もう時間がもったいない。また操作ミスした。だからね、そっちじゃないっつーの、普通の対戦なの。あっぷなあっぷね。おー、じゃあやっていきましょう。もう俺はね、筆バトがしたいんだよ。まあ検証をちょっとしてみたいんだよね。まあこのヒヨさんがどれくらい弱いのか、それは検証がしたいだけ。まあ決して本気でいこうとは思わないが、ヒヨさんについては。ヨセでやっと対抗できますからね。これでやっと対抗ですからね。今のところ対抗できますよね、一応。なんだかんだ知らないけど、なんだかんだで対抗にできる。いや、弱い装備にしてみるのも、振り返りもいいですよね、やっぱ。うわ、昔こんなに苦戦していたんだな。っていうのを、改めて知ることができますね。さあ、これで、ブルースに変わる。続こう。残念。今のところ対等に来てるよね。台湾人と同じ、あの台湾人と同じで、対等にできてるよな。じゃ次行きます。普通のボタンを押すなよ。普通のボタンを押し。今度は普通にボタンを押さなかったな。これでよっしゃ来た。本気で来ていいぞ。およ、おい、手紙してるぞ。ちょっと前まで武道館しばきやろうと思ったけど、やめてよ。おい、このまま行ったら武道館しばき入れちゃおう。
このまま行っちゃったら5秒間縛りを再び導入するかな。それくらい本当にキュアさん弱いんで、俺がね5秒間縛りを入れた時は本当に弱いんですわ。おっすすすす、いくぞ。どれくらいできたかな。ああ、それできてるね。ほぼ同じ対等にできてるな。だめ惜しい。どうなのかな。これは入れた方がいいのかな。もう一回だけちょっと考えさせて。次のボムがね、確実に負けるんですよ、なぜか。それはイオさんが、まあ、ある程度うまいんかもしれないですけども、変わってるし、白熊の装備になってる。あれ、獲得したのは金のクラスプラスの装備なんだけどね。まあ、一番もう上の、一番上までもう合成しきったもう装備ですので、全然大丈夫。ね、まあ、イベントモンスターイベントで白クマのあれはゲットしました。まあ相当きつかったんですけど、ゲットする時代はきつくなかったんですよ。ただモンスターが難しいんですよね。モンスターはちょっと辛落ちて難しいところも、ゲストレアが全くっていうわけではないけど、全然当たんないっていう事態になってしまってね。昨日全く同じ同じ状況、どうにかならないのかね。さあこれでボムに変わった。さあ対等勝負だそうだ。こっちはね効かないから、お前の攻撃は効かないよ。さあついに召喚する時が来てしまったか。こっちはね効かないから、お前の攻撃なんか効かねえよ。効かねえよお前の攻撃なんか。おーだおー、やってみるよバーカ野郎。ユーヒュー、おーだおー、任せてみるよバーカ。おーだ、爆発してみろ。おい、爆発してみろ。お前の爆発そんなもん。笑っちゃうね。毒舌っぷりがひどすぎる。あ、すいませんね、ちょっと毒舌がひどすぎて。ごめんなさいの、ね、ヒロさんには申し訳ない。申し訳ないと思ってる。これは本当に申し訳ない。毒舌本当に毒舌が本当にひどいな。さあマチルダ君だから効かなくなる。もうプププププはやりません。絶対やりませんよ。俺はもうプププププは絶対やりませんよ。もうあの毒舌は本当にやりませんよ。まあ、これからマヤさんとも対決するんですけどね。いけるのかな。
まあ、早うしないとね、まあ、家族が帰ってきてしまうんで、まあ、そうなるとね、まあ、ちょっと陰でやって次のパートでそれを言わないといけないので、対戦相手間違った。もう一回ヒヤさんとやってみよう。来るかな。加速の同時がしたか。加速の用事ができちゃったかな。まあ、ちょっと大学ではちょっと俺対応するんだけど、さっきのうぼぼぼぼぼがひどす、ちょっとひどすぎて嘘泣きしちゃったかな。いや、それも悪いな。嘘泣きオッチっていうのも悪いな。俺のうぼぼぼぼが聞こえちゃったかな。俺、いや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 、聞こえるはずがないんだよ。うぶぶぶぶが聞こえるはずがないんだよね。もしかしてさ、声届いちゃったのかな。うぶぶぶぶがヒットすぎたから、お前なんだよみたいな感じになっちゃったのかな。もうやんねえよバカ野郎みたいになっちゃったんだから、ほんとにごめんな。ちょっとふざけた感じで言ってみたんだけど、あ、来た来た、くじけたはいなかったようだね。よかったよかった。もうあのプップップやんないから安心して。俺の毒舌が悪かった。さっきの爆発の火力見たやつ本当に笑っちゃったわ。本当にあれはうまくさせるって言っても仕方ないですよ。もう言わないから安心して。言わないから安心してっていうのも悪い。逆に強要してるように聞こえてしまう。そういう人多いだけ。これ完全にさ、声エピックと同じだよね。おいっていうところが。完全に大変引っ掛けた時か、あの、なんだっけ、あのアイテム、唐辛子増やすアイテムなんですけど、なんちゃらなんちゃら唐辛子ケーキみたいな、あれ食べるとあの声も出すんだよね。引き分けだとはどうするのかな。これは5秒間縛りを入れた方がいいな。うん、じゃあこっから導入します。5秒間縛りをこっから導入します。違うよ、まあ、どうせやってもこれになっちゃうんですよね。どうせやってもね、これになるので、じゃあ俺はね、重大な縛りを入れてみます。ね、最初の5秒間と最後の5秒間だけやりませんよ。なんもね、操作しませんよ。さあ、ここからスタートです。最初の5秒間全く操作しません。2、1、スタート。ここからスタートです。あとで最後なんで、最後のとこだけ10秒間にしたいと思います。もうそれだけの縛りをしないと厳しいものがあるので、おっと、それだけの縛りをしないとね、やつは勝てないので。もう一回言うけどさ、もうウポポポポやんないから安心しちゃうね。あ、そうだった。何やってんだ俺は。何やってんだ俺は。これで勝っちゃったらどうすんだよ。お前の責任だろみたいな感じになっちゃう。多分これで負けるだろあいつは。おい、ちょちょちょ、これが見たかったんだよね。もうプププププ絶対やんないからね。まあ全部のバード見せたいんだよね。プププププ、もうやんないよ。
そーってウパパパパシ4しに行こうか。そんなわけがない。もう最後まで来たからにはね、俺もね、もうひよさんと同じ状況でデスマッチをしたいです。まあ気持ちとしてはね、気持ちとしてはもうやりたい気持ちでいるデスマッチ。デスマッチやったことないんだよ。筆バトでデスマッチなんてやったことがない。あ、どうしてもね、ちょっと点数は変えられないので足からつ、すいません。動画見てんのかな、なんかスーパーアングリーモードになる動画を見てたりしてるのかな。なかなか来ません。もやさん、もうとっくに休憩時間間に合ってませんよ。終わったら私ともお願いします。間に合わねえよ、デスマッチやるから。デスマッチをやるから。では最初の5秒間だけやりません。こっからスタート。やべ、やつが入ってきた。もうブラックテープで片付けしていただく。もう芝居とか関係ない、終わればいい。あ、余計だった。じゃあいいや、じゃあいいや。じゃあいいんだよ。さあ来たぞ、センスマッチ。お前ここまでにやけ顔できたけど、俺本気出すからな。本気でやるのかな、本気でやってやるからな。じゃあパラリンピック行きましょう。歌です。ちゃんと行きますよ俺は。ちょっとねこちらは強めで行きたいと思います。強めに行きますよ俺は。ちょっと強めに行きますよ。ちょいとちょっと強めで行こうかな俺は。変えた方がいいのかな。あ、いっか、変えなくて。変えなくてもいっか。まあ、このまんまでサドンデスいくか。もう芝居とかは関係ないです。やったら負ける、もうそれだけ。もう縛りとかやったらもうそれで負け確定です。お疲れ様でした。え？あれまだやってねえぞ。おい、ちょっと一旦やめて。え、もうお疲れ様でした。え、まだやってないよな。おい、待て待て待て。マヤさんはもう情報で戻っちゃいましたか。いや戻ってるだろ。え、俺せっかくさ、俺を本気出そうと思ったのに。え、もう終わり。え、もういきなりなんか対戦相手お疲れ様でしたって言ってやってきたんですか。え、俺もうやった、やってないよな、やってないよな。勘違いしてるのか。まあということで、なんか勘違いしたなんか対戦者がね、いきなりお疲れ様でしたと言ってきたので終わりにします。
今回はね、事実上、俺の負け。検証結果なんですけども、縛りとかをあらかた入れれば、ヒヨさんは勝てる。それが分かりました。あとはあいつの実力次第。ということで、この装備さえ変えれば、ヒヨさんは勝てる。ただ、おでにはボコられる。それだけです。じゃあ、今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。お前さ、何勘違いしてんの？俺のうぷぷぷぷぷが聞こえたかな？できる。よし、じゃあやっていこう。じゃあ、続きいきまーす。